それでは大変お待たせいたしました。キャストの皆様をお呼びいたしましょう。柳楽優弥さん、黒島結菜さん、中川大志さん、丸山玲さん、市村正親さん、そして堤幸彦監督です。大きな拍手でお迎えください。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、少し柔らかい表情もいいですか。はい、ありがとうございます。どうぞ。それではキャスト監督の皆様は前にお進みください。いよいよ作品がお披露目となりますが、会場の雰囲気含めて今のお気持ちを教えてください。レッドカーペットこういうの初めて、ね、初めてなので、はい、だけどなんかこう、ようやく公開するんだなというなんか高揚感あります。撮影から1年ちょっとなんか長いようで短く、なんかやっと皆さんに見てもらえる日が来たなと思うとすごくワクワクしてます。本作では見ている側も死刑囚品川真珠に翻弄されますが、本作の一押しの見どころを教えてください。見どころは実はこの作品サスペンス映画のように見えてラブストーリーでもあるんですよね。だからなんかそのラブストーリーに行く場面だったり、なんかこのうまくこう入り混じってる感じっていうのはやっぱ見どころの一つになると思うし、なんかその漫画のファンタジー要素っていうものをうまく取り込んでると思うので、なんかこう遊び心みたいなのを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、なんかそうですね、なんか予告とか見るとちょっとホラーっぽい、ちょっと怖いのかなって思うんですけど、でもその人間のなんか本質的な部分を描いてたりとか、なんかみんなねちゃんと優しいんですよね。なんかそういったところもなんかしっかり映画を見るとなんか感じられるんじゃないかなと思いますし、それこそいろんな要素があるので、なんかその見る人によって刺さるポイントがいくつかあるんじゃないかなっていうふうには思います。ご自身が演じた役で注目してほしいポイントを教えてください。真珠島の海辺ですか。わかんない、どこだろう。でも唯一ホッとできる。だんだんさ中盤からなんだっけ、打ち合わせ室じゃなくて待合室面会室で の対話だけではなく、ちょっとこう解放してくので、より2人の距離感がぐっと近づいてくるあたりっていうものは楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。最後のポイント、注目ポイント、なんか今回皆さんの表情にすごい惹かれる部分があるなって思うので、なんか一人一人の結構ドアップのカットも多いので、
なんか細かい目の動きとか口のちょっとした繊細な動きとかにも注目してみるとより深みが出るんじゃないかなって思います。ありがとうございます。いよいよ作品がお披露目となりますが、会場の雰囲気含めて今のお気持ちを教えてください。そうですね、でも韓国ではもう上映があったんですけど、日本のお客さんに見ていただくのは多分今日が初めてになるんですかね、なので、まあ、どんなリアクションをもらえるのか楽しみです。私は初めての映画デビューなので、もうこういった場も初めてですし、いろんなもの緊張しながら、でも先ほど手を取っていただいて無事入場できました。素敵な今日もドレスで、ありがとうございます。どうですか、レッドカーペット初めてのレッドカーペット。いやもう本当に汗が滝のように出ておりますので、はい、大丈夫、被害はないです。あ、まだ大丈夫です。すいません、被害は。はい、ありがとうございます。本作では見ている側も死刑囚の品川真珠に翻弄されますが、本作の一押しの見どころを教えてください。そうですね、丸山さんです。え、私？もう本当にね、映画デビューとは思えない丸山さん演じるももちゃんと死刑囚品川真珠の、まあ、バトルシーンがあるんですけど、そのシーンはもう僕も参加してまして、かなり白熱した、ヒリヒリするシーンになってる。女同士のこう熱い戦い、もう僕は穴があったら入りたいような気持ちです。あ、本当ですか？そうだったんですか？すごいバトルでしたもんね。すごいバトルです。白熱のなんかこうやっぱり女性のマウントの取り合いというか、やはりなんか死刑囚と対話するのってこんなに勇気がいるんだみたいなシーンを撮らせていただいたので、本当に私の、まあ、女優さんの仕事まだ始めたばかりなんですけど、すごく誇りになるシーンを撮れたなと思いますね。いよいよ作品がお披露目となりますが、会場の雰囲気含めて今のお気持ちを教えてください。ね、僕はこういう形の赤い絨毯のレッドカーペットの上でこういう風な取材を受けるのは初めてなんですけども、もうさっきからいろんなインタビューしてもらってて、まあ、笑わすことばっかし考えていてただ明るくね、役は渋い役なんですけども、なんかな、今日はとにかく明るく活気のあるインタビューに答えようと思って頑張っています。ありがとうございます、はい、なかなか皆さんが大変かなと思って、ね、ムービーですからね。ムービーですからね、はい、はい、本当にこの作品が世に出すことができてですね、本当に幸せです。というのも、企画の段階からある思い出があって、撮影の段階もあまり悩まずに、撮影できたんですけど、編集ですごい悩みましたですね。それやっぱりこの2人の主人公たちの心情の変化とか、それからその周りの皆様の、言葉には出ない気持ちみたいなものを映像化するのか、本当微妙なさじ加減で全部変わってくる。それを決定するという編集なんですけどね、それが難しかったですね。でも何ヶ月か苦労してとても納得いくものになりましたので、自信持ってお届けできたというふうに思っております。本作では見ている側も死刑囚の品川真珠に翻弄されますが、本作の一押しの見どころを教えてください。一押しの見どころは見どころは私の裁判長もう見どころはとにかくやっぱりね、新田と真珠の出会いからエンディングまでに行くまでの間が素敵な旅なんですよ。まさかこの2人がね、結婚申し込むとは思わない。でも そこから物語に始まっていく、いろんなその旅をね、これ何時間ですか、2時間ぐらいの中でこの旅を、あの2人の撮影者とその児童会館に施設にいる児童相談所の新たとの2人の何ていうかな、旅がね、何とも言えないスリリングだったり、怖かったり、自由を感じたり、何か それがすごく素敵だなと思って、そこにポッと僕の裁判長がなかなかいいセリフを吐く場面があるんですね。それまでネタバレとか言いませんけども、そこが2人の旅に重大な句読点にね、言ってなる、パッとこう何かクエスチョンマークをつけるみたいなね、そうです、うん、
なんかもう本当に2人の親みたいですよね、うん、裁判長といえど。そうです ね僕らももうそういう 僕らね、僕はもうそういう年齢になってきたんで、うん、あの 娘と息子みたいな感じでね、うん、やってますよ、はい、ありがとうございます、はい。